ポリケチドとは、アセチル COA を出発物質とし、マロニル COA を伸長物質として、ポリケトンサを合成した後、様々な就職を受けて生合成された化合物の総称である。滅多に使われないシノニムとしてアセトゲニンおよびケチドがある。脂肪酸の生合成とポリケチドの生合成の過程は非常によく似ているが、前者はカルボニル元の還元を受けて、 炭化水素差を形成するのに対し、後者はカルボニル元の還元を受けずにポリケトン差を形成する点で差えがある。両者の生合成の過程を合わせて、酢酸、マーロン酸経路と総称する。ポリケチド合成酵素とは、ポリケチドを合成する多ドメイン酵素、または酵素複合体である。新生細菌や新菌、植物、少数の動物が持つ。 ポリケチドの生合成経路は、脂肪酸のそれと多くの点で類似する。PKS は、I 型、2型、3型の3種類が存在し、後に詳しく述べるが、I 型 PKS は、複数のドメインが一つのポリペプチド状に連なった、長大なタンパク質、2型 PKS は異なる機能を持った、タンパク質の複合体、3型ポリケタイド合成酵素は、 ケットシンテースドメインのみからなる小型のタンパク質である。いずれの酵素もスターター基質と呼ばれる COA エステルに新調査質を複数回、縮合する反応を触媒する。スターター基質としてはアセチル COA、脂肪酸 COA、エステル、ベンゾイル COA、クマロイル COA などが通常用いられる。特定のポリケチド合成酵素の遺伝子は通常、 最近では一つのオペロン、新核生物では遺伝子集団に存在する。分類ポリケチド合成酵素は三つの群に分類される。I 型ポリケチド合成酵素はさらに下記のように細分化される。さらに反復型ポリケチド合成酵素は下記のように細分化される。モジュールとドメインドキソル微信誘導体のロドマイシノンの生合成経路。 一番上の反応式がポリケチド合成酵素によるもの。i 型ポリケチド合成酵素の各モジュールはいくつかのドメインによって構成されており、お互いにスペーサー領域によって分離している。ポリケチド合成酵素のモジュールとドメインの構成は下記の通りである。必須ドメイン、主要な就職ドメイン、その他のドメイン、酵素反応の段階ポリケチドの合成は、 生成物の伸長を伴う重厚反応である。開始段階、伸長段階、終始段階薬理学ポリケチド合成酵素は化学療法に用いられる天然低分子を構成することができる。例えば、テトラサイクリニア、マクロライドといった多くの一般的な構成物質である。重要なポリケチドは、他にシロリムス、エリスロマイシン、ロバスタチン、エポチロン B がある。 重要性ポリケチド合成酵素の産物には、抗成物質や抗真菌物質、抗腫瘍物質、捕食者に対する防御物質などが含まれる。細菌や真菌、植物では、未発見のポリケチド合成経路が多いと見られている。未知のポリケチドの多くは細菌に存在することが示唆、されている。I 型ポリケタイド合成酵素はさらにモジュール型と、 反復型の2種類に分けることができる。モジュール型 I 型 PKS は、複数のドメインが集まってできたモジュールが複数、連なった、長大なタンパク質である。通常1つのモジュールが1回のポリケットメチレンサ、身長反応を触媒する。最も代表的な I 型 PKS である、エリスロマイシン合成酵素は6つのモジュールから、構成される。モジュール型 I 型 PKS は、 マクロライドやポリエンなどを含む化合物を生合成することが多い。この中でポリケトメチレン差縮合反応に必須なドメインは KSATACP ドメインである。その他のドメインは任意でありその有無がそれぞれの身長反応に差を与える。例えばあるモジュールが KSATKRACP で構成されていれば RCOSACP RCH に COSACP のような反応を触媒するし、KSATACP で構成されていれば RCOSACP RCOCH に COSACP のような反応を触媒する。また、反復型 I 型 PKS は一つのモジュールで複数回伸長反応を触媒する酵素でありその多くは 方向属ポリケチドを生合成する。2型 PKS は、I 型 PKS では一つのポリペプチドに乗っていた、ドメインが個々のペプチドに分かれたものであると言える。その個々のペプチドのことをサブユニットと呼ぶ。多くは、方向属ポリケチドを生合成する。この中で、ポリケとメチレンサの縮合に必要なのは、KS、AT、CLF。 ACP であり、あとは任意であるが欠落すると、本来の生成物を作らない場合が多い。3型 PKS は、カルコン合成酵素に代表される、PKS でケースのみから構成される。他の2つのタイプが、数多くのドメインやサブユニットを必要とするのに対し、3型 PKS はケースのみで縮合などの反応を触媒する。フラボノイドや、スチルベーンのように俗に、 ポリフェノールと言われる化合物の多くは3型 PKS により生合成されることが明らかとなっている。最も代表的な3型 PKS であるカルコン合成酵素はクマロイル COA に3分子のマロニル COA を脱炭酸を伴いながら縮合した後に感化、方向化を触媒しフラボノイドの栓具体であるカルコンを合成する。ありがとうございます。